南北線は大阪府水田市の江坂駅から大阪府豊中市の千里中央駅までを結ぶ北大阪急行電鉄の鉄道路線である1970年に水田市で開催された日本万国博覧会の会場へのアクセスとして営業していた会場線についても述べる1970年に大阪万博の会場をアクセス路線として開業した 万博開催期間中の大量輸送により建設費を全て召喚したことから、初乗り運賃が低廉に抑えられている。大阪府北部の北接地域を走る路線の一つで、千里中央駅から桃山台駅にかけての沿線に、広がる千里ニュータウンと大阪市中心部を結んでおり、起点の江坂駅から大阪市高速電気起動未動筋線と、相互直通運転を行い、 新幹線乗り換え駅の新大阪駅や大阪市中心部の梅田駅や南馬駅へ乗り換えなしでアクセスできる。地里丘陵と呼ばれる丘陵地帯を走り、近く間を走る地里中央駅付近を除いて、新御堂筋の上下車線の間を通っている。全線が立体交差化されている。2023年までに美濃岡屋の駅まで延伸する予定である。 別会社ではあるものの御堂筋線と一体的に運行されていることから御堂筋線の延長部として認識されている面が大きい。路線名は北大阪急行線があるいは北急線と呼称されることがほとんどで旅客案内でも正式名称である南北線と案内されることは一切ない。江坂駅を除いて上り方面の列車を大阪市内港として案内しているが、 列車は、堺市内まで運行されており、北花田駅、新金岡駅、および、中本駅は、堺市北区にある。列車の行き先では、新大阪、梅田、南波、天王寺方面中本駅のように案内されている。駅番号を構成する、路線記号は M で、番号は直通運転している、御堂筋線と一体で振られている。江坂駅以外の各駅は青字に、 白抜きの M だが、江坂駅は赤字に白抜きの M で描かれている。車両については、北大阪急行電鉄車両を参照。全列車が江坂駅から大阪メトロ未動筋線と相互直通運転しており、ダイヤは未動筋線と一体化されている。南北線のみの運転はない。また未動筋線に直通する列車は、ほとんどが中本駅発着であり、 中本駅発着ではないのは、初発の天王寺発千里中央行きと、平日朝の新金岡発千里中央行き一本、のみである。列車の運転間隔は、大阪メトロ未動筋線運行形態を参照。かつては、平日朝ラッシュ後に、千里中央発新カナオ行き一本、阿鼻子駅始発の千里中央行きが数本設定されて、いたが2015年3月のダイヤ改正で、 廃止された。また朝ラッシュ時には、新金岡初千里中央行きや2015年3月ダイヤ改正以降は、休日ダイヤのみ、夕方に、天王寺初千里中央行きが一本存在していたが、これらも2018年3月のダイヤ改正で、廃止となった。終電には、唯一の船内完結列車であった千里中央発、 江坂駅が設定されていたが、2020年10月31日のダイヤ改正で、千里中央発中も津駅に統合されたため、線内完結列車は消滅した。この列車は、大阪メトロの車両が充当され、江坂駅到着後大国町駅まで改装されていた。同改正で、新カのオ発千里中央駅が再度設定された。 乗り入れ先の未動筋線とともに、平日は6号車に女性専用車両を終日設定している。南北線の輸送実績を下表に記す。表中、輸送人員の単位は万人。輸送人員は年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。 南北線の収入実績を下表に記す。地里給料で開催された日本万国博覧会の会場アクセスのため1970年に江坂駅万国博中央口駅間が開業。万博会場最寄り駅の万国博中央口駅は、現在の大阪モノレール万博記念公園駅のすぐ北側の中国自動車道場の位置にあった。 開業当時の千里中央駅は現在位置ではなく、桃山台駅限、千里中央駅間で分岐していた、海上線上に設けられた仮設駅で営業していた。万博終了後、海上線の分岐点満国白中央口駅間が廃止され、現在の千里中央駅が正式開業した。海上線の跡地には、中国自動車道上り線が通っている。 中国自動車道を暫定的に下り専用の敷地に、対面に車線で開通させ、上り専用の敷地を借用していた。豊中市と水田市を交互に行き交うのは、漁師の市境会の屈曲のため。北大阪急行電鉄南北線の線路はほぼ、直線的である。千里中央駅ン国白中央口駅。ありがとうございます。